北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。番組の、フォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、5月も、最終の、回となりました。先週に引き続きですね、今週も質問を、いただいていますので、先生にお答えいただきたいと思います。では先生参ります。30歳女性の方からいただいています。先日中学校の友人とお茶をしてきました。中学時代から気が合い、価値観も考え方も似ているので一緒にいて、共感がし合える仲でした。なので、お互い結婚して子供が生まれた後もたまに会っておしゃべりを楽しんでいます。しかし最近の彼女と話していると、会社や家庭、子供が通う幼稚園の悪口や文句ばかりで、15年来の親友なのに初めて、別れた後にどっと疲れてしまいました。つい半年ほど前に会った時はそんなことがなかったのですが、短期間の間にポジティブだった人がネガティブな考えになることはあるのでしょうか。忙しくて疲れているのかなとも思いましたが、次回も何時間も愚痴や文句を聞かされ続けられるのかなと思うと、億劫になって断ってしまいます。ですが親友なので縁が切れてしまうのも寂しく思います。私は我慢すればいいのでしょうか、ということで30歳の女性からいただいています。これは結構あるんじゃないですか、皆さん。ありますね、はい。なんか、まあ、その人、自分自身もそうだけど、人生の坂道に登ってる時が、はい、登る時があるんですよね。体調悪かったり、まあ、運が悪かったりとか、うん、もしくはなんか苦しかったりとか、はい、環境が変わったりした時に、なんか愚痴と文句を聞いてくれる仲間がいるのはありがたいんですね。うん、そうですね、言う方からすると、うん、はい、だから、あ、この人苦しいんだなと思ってあげてくれると、うん、逆にありがたいなと思って、うん、いつも励ましたりいつも良かったりということはなかなかないので、うん、まあ、この人は坂道登ってるっていうか、川で言えば急流で今、なんか急な急流の一番急なところにの水ながら乗ってて、あちこちぶつかりながら、辛い辛いと思ってる可能性があると思うんですね。やがて、穏やかな水の域に入ってくるからですね。もうちょっと待ってあげたり、大丈夫よと言ってあげたり、そうだよねとか、我慢しようねとか、励ましてあげる人になってくれるとありがたいなとか今思いますけどね。うん、これだからタイミング、今先生おっしゃった通り、なんかね、この方もそうですし、僕なんかもやっぱりややもするとすごいこの方の気持ちは分かるので、なんかその時その瞬間がその彼女の真実全てだと思っちゃいますけど、そのタイミングで全然違う可能性は大にしてありますよね。はい、私もですね、今年の1月2月は寒かったのと、はい、なんか風邪ひいたのとコロナになったのとすごい体調悪くて、はいはいはい、やっぱ愚痴に近いこと出ましたね。あ、もう、まあ、あ、中になったらもう行きたくねえなとか、辛そうですね、もう本当に辛いなとか、うん、なんか思って、今はとても元気になったんですね、3月ぐらいから。うん、うん、今はもう生き生きと生きていられるんですけども、あの頃は多分同じように愚痴ってたのではないかなと思いますね。うん、意識はして愚痴らないようにしてても、ついつい体のきつさに負けて、うんうん、愚痴ってたと思いますね。うん、だからそういう時に温かく見てもらえる人がいると、なんか嬉しいですよね。うん、そういう人になってほしいなと思いましたけど。うん、でもどうでしょう、きっと逆に何でしょう、一概に年代で区切るのがいいか分かりませんけど、僕なんかも30代とかを振り返ると、まあ、この方もね、その愚痴る方が、はい、多分お子さんの幼稚園の悪口や文句ばかりでってあると思うんで、やっぱタイミング的にこの、質問者の友人もそうですし、この質問者様も多分なんか今一番先生おっしゃったように、まあ、そういう意味ではある意味です、ね、そう急流だし愚痴りたい愚痴、うん、そういうタイミングだと思うので、そうですね、でしょうね、荷物を背負って坂道を上がってるようなもんですね。真夏の暑い気候、水も飲みたいのに、なんか荷物を背負って坂道を上がってると、なんか愚痴りたくなりますね。荷物も坂道も天候も水を飲めないことも愚痴りたくなると思うんですけども、そういう時に、まあ、手を
差し伸べてくれるよりも、聞いてくれてた、手を、なんか励ましてくれる人がいると、すごく、ほっとしますね。これそうするとどうなんでしょう。現実的な対策として、やっぱりこの相手自体はそれを聞いてほしいわけですから、この質問者の方も聞いてあげればいいのになとは思いつつも、この方自体も余裕がないので、なんて言うんでしょう。まあ、この方が今ね、ちょっと忙しくてと断ってしまうっていう、まあ、その断り方とかを工夫すればいいのか、もしくは、まあ、この親友、大事な親友ですから、会う頻度は少し、広げたとしても、逆にこの質問者の方自体がまた別の自分自身のこれも愚痴じゃないですか、ある意味。こういう質問、相談自体もできる、また別のそういう息抜きの場、ほぐす場を設けた方がいいのか、その辺の具体的な対策って先生、どうこの方にアドバイスされますか？そうですね、時には受け入れて、で、会ってこう、笑い飛ばしてあげるようにしてあげて、の場面を作ってくれると、あなたもいいし、相手の方もいいのではないかな、今回は笑い飛ばしてあげようって思いますかね、今回は荷物を下ろしてあげようとかいう。具体的に思って会うといいと思うんですね。また一緒に慰め合ったり、というのではなくて、よっしゃ、今回はあの人の荷物を下ろしてあげようっていうかね、そうして会ってくれるとありがたいですね。本人も軽くなるんではないですかね。親友だからね、なんかまあね、この方も優しいでしょうし、なんかそのままストレートに言えないにしても、なんか多分他の相手よりは気兼ねなく何かね、言える間柄でしょうから、そういうテーマをま持ってた、会うっていうのはいいかもですね。そうです。テーマ、そうそう、内閣の言われる通りだと思いますね。僕はそう、今言ったように、テーマを持って、お会いするといいですよっていうかね。よし、今回荷物を取ってあげる、下ろしてあげようとかですね。ちょっと応援の旗を持ってああ、いいですて、ね。励ましてあげようとか。で、まあ、人生、お互いにいい時もなんか悪い時もあるし、上り坂もあるし、下り坂もあるからですね。でも同じように30代は結構辛いと思うんですね。やっぱ荷物が多いからですね。先が見え一ない番から。ね。それと同時に私がさっき言ったように、私のように1年の中でも寒い時期とか、コロナにかかるような時期とかいう時は、まあ、人生確かのに。大きな流れの中と同時に、その小さな月日の中にも、こう、やっぱり小さな坂道や、藪があったりすることがあるんですよね。一年の中でもね、なんか大きな人生の流れの中でもバイオね、リズム両みたいありま方すよね。ありますね。だからそれをきっと自分自身もあるから、そういう見方をしてあげて、なんか今そういう藪の中、もしくは坂道なんだなっていうか、じゃあ会ってあげるか、どうせ会うなら応援歌、旗を押してあげようといいですか、ね。そんなんで会ってくれるとありがたいですね。まあ、この方がね、最後にやっぱ私は我慢をすればいいのでしょうかってありますけど、要は我慢というスタンスじゃなくて、応援しに行こうとか、なんかテーマを持ってね、行こうみたいな、前向きだと変わりますよね。励ますっていうか、ね、大丈夫よとか、笑い飛ばすとか、他の笑いの話題を持っていくとか、なんか、それか、二人して、なんか、落語を聞きに行くとかね、なんか、そういうことをやってもいいんじゃないかなと思いますそうでね。すね。あとはなんかね、月並みですけど、もちろんこの方が親友の方をすごい大事にされてるんで、ゆえにだとは思うんですけど、なんて言うんでしょう。なんかちょっと例え違うかもしれませんが、やっぱり小学校とか中学校でもいいんですけど、本当に昔ね、仲良かった友人って、その後、やっぱり生活結婚したり、子供が生まれたり、いろいろあると、もう本当に20年会わないとか全然あるじゃないですか。だありますから、ね。それこそ20代、30代、ご無沙汰してたけど、40代、50代で、あったら、やっぱりあの時の昔通じた感覚って戻るってみんなあるじゃないですか。だから、なんかまあ今のね、この方より直接のすいません、解決策じゃなくて恐縮なんですけど、なんかやっぱり最初の話に戻りますけど、タイミングって大事だから、僕、この前、そう、先生聞いてほしいんですけど、僕、まあ、人と会うの苦手じゃないですか。ですか、というか。で、同窓会とか絶対行かないんですけど、てか今も行かないんですけど、なんかちょっと縁あって、小学校の時、中学校か、小中学校の時仲良かった友人がいて、たまたま、ある SNS でちょっとつながって2、3年やり取りしてたんですよ。で、まあ、会おうということにはなんなかったんですけど、まあ、コロナも終わったんで、久々になんとなく先生じゃないですけど、ピンときて、ちょっとなんか会ってみたいなみたいに思ったらですね、まあ、その友人と、あともう一人その友人の友人、まあ、僕の同じ小学校の同級生なんですけど、3人でもう本当にね、
30年ぶりぐらい、中学卒業ああ、して以来、楽しかったでしょうはい、ね。あったんですけど、そのめちゃくちゃ楽しくて、だから、なんて言うんでしょうね、やっぱりね、この方に直接じゃなくて恐縮なんですけど、やっぱりそのタイミングとかあるから、なんかピンときた時とか、そういうのは、もう年数そう関で係すないのね。かなと。はいはい。本当に。いいですね、そういうのもね。なんか、だから逆例えに言うね。と、なんて言うんでしょう、本当に気持ちがこの方も乗らなかったり、あってイライラしちゃったりするんであれば、無理に毎回必あ、ず会わなくても、やっぱりちょっとそ今の通りですね。みたいはにい。言った方が逆に親友であればいいのかなっても思いますよね。自分の体調とかタイミング見てから、自分の元気な時に会うのもいいですね。そうすると相手を励ませるからですね。励まされるからですね。励ますことができるからですね。その通りだと思いますね。だから、やっぱでも、応援会ね、旗を振ってあげようの気持ちであったりするといいです。それか、今、何か考えてね、もう、楽しむっていうかね、あの時代に戻って、わあ、ゲラ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 、あの時は、ああだった、こうだったで、楽しむ。で瞬も間いい。で戻れますもんね、あのそ時うにですね。ね。顔がね、会った時はおじさんと思うけど、喋ってるうちに同じ少年時代から顔が変わってしまうからですね、面白いですよね、人間。そうなんですよね。ちなみに先生も、なんて言うでしょう、もう小学校とか中学校ぐらいの友人で、まあ今も会うみたいな、まあそれか久々に本当に会ったみたいな、そういう友人、ご友人もいるんですか？いや、もう中学、小学校の人は会えないですね。みんな遠いああ、そっ横に行っか。てるから散ってしまってますね。私の小学校、中学校、あんまり同窓会っていうのはなくて、中学校もそうなんですけども、高校は会ってますね。高校の同級生はこう会いますね。もともと先生あんまりそういう僕と違って同窓会行きたくないと出かない。もあんまなす、あ、出ない、出ないですか先生も。はい。あんまり出ないですね。はい。あそこ一緒ですね。なんか普通にオーはい。プンに行きそうな感じするそうけど。そうそう、あんまり好きじゃないです。でも、特定の友達と、あいつとは会いたいっていうのはあります。はい。大人数じはゃなくてね、気心の知いはい。れたそうね。そうそう。ああ、そうそう。なって、どうしてるかなとか、定年退職して、どうしてるから病気じゃないかなとかね。という全体じゃなくて、単独、あれはありますね。1対1という一か。緒ですね、やっぱはいはい。り。苦手ですね。僕はそれが、突き詰めて1対1がしかダメなんで、1対1のインタビュアーになったんですけどね。まあどうでもいい話ですけど。先生、でもどうですか？やっぱり親友ってね、よく小学校の時友達100人できるからみたいな話ありましたけど、年々というか、もともとそんな友達多くないですけど、もう何十年会ってなくても自分の中で、やっぱり数人、10人はいないと思うんですけど、でもそれでも十分個人的にはなんか満たされてるんですけど、別にそれでもいいんですよね。で、しょっちゅう会わなくても、会えなくまあ、てせも。いぜい2、3人じゃないですか。ですよそね。んな、せいぜい多くて3人でしょうね。大体1人か2人じゃないですかね。1人いればもういい方だと思いますね。3人いたらもう儲けもんみたいな。そんなに3人も4人もいないと思いますね。まあ、今、若くのように、わーっと固まって3人ガガガガ、なんか言い合うって、なんか羨ましいぐらいですね。僕いはや、なかな久々かでそす。れ僕なもんそで。んなのもう人生でないと思いましたよ。たなまにかはないいかかもしれないですね。ね。そういうちょっと、あんまりそういはい。う僕とか先生に合わない人であれば、たまに会ってみる。で、しょっちゅう結構今まで付き合いをしてきたけど、ちょっと30代とかになって、ちょっと疲れちゃったって人は、逆にちょっと無理しない時があってもいいかもしれないですよね。あ、思い出しました。ちょっとだけ。ぜひ。大人になって、私は60代で、で、集まった人たちが40代で、みんなでアメリカでこう、男ばっかりなんですけど、年代もバラバラで、職業も、バラバラなんですけど、男7人でアメリカ自動車旅行ってやったんです。す私ご一い。番、熱気がすごそうだな。70代、60代の終わりかな。とっても楽しかったですね。だから、なんかそういうの、本当に楽しかったです。同級生ではなくて、生き方が似てて、この人生を楽しむような仲間ってあるじゃないですか。過去が重年なって齢なよい。りね、生き方、価値観、世界観。過去が重なってない人、スタートが出会った時逆にからね。スタート、はいはい。
そういう人たちとワイワイ言うと、年代も違うんですけど、とても楽しかったですね。心の底から久しぶりに、なんかもうお腹痛くなるほど笑った覚えがありますね。いいで すあ、いいね。なと思って、中年の同窓会って言いますかああ、いいね。ですね。中年のはい。同窓会ですね。おじさんっていうか、中年っていうのは同窓会やったのは楽しかったです。はい。いいですね。中年会ではい。すね。お酒も全然いらない。ただ旅行だったんですけどね。そう。なんか本当に気心というかね、そういう、別に今まで小学校の時からとかそういう意味じゃなくて、もう極端に1週間前に知り合った相手だとしても、そういう何か通ずるものがある人たちって、一緒にしてつながりますよね。不思議とね。楽しかったです。あれもいいなと、今、ひょっと思い出しましたけどね、若君のあの言葉を聞いて。だから、まあ、こういう話も参考になるんじゃないですかね。一人の人とずっと、あれでも、2、3人の人だって、女の人が得意なんじゃないですかね。3人ぐらいって、わいわいわい言って、で、パッと別れるっていうか、たわいないことを言って。そうでそすれが女ね。性のおしゃべりだと思うんですけど、男性も見習わないといそうでけすないのね。かな。はい。僕もそんな感じで、もう本当に何十年ぶりに会ったんでね。たまに、本当に、せっかくの人生ですからね、それでちょっと足を一歩伸ばすのもいいのかなと、個人的にはうんうん、思ちょっいと。ました。はい。さあ、ということで、この番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想、北川先生へお待ちしております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そしてもう、これ明日ですかね、名古屋新月の勉強会、5月29日第4項が、開催されます。もう直前ではありますが、ご興味ある方はチェックしてみてください。そして同じく5月31日名古屋で断食会、来月6月7日千葉九十九里で断食会、6月9日東京で楽浸会、7月7日、七夕の日ですね、福岡でお話し会が、ありますので、こちらも、概要欄をチェックしてみてください。そして、月末ですね、この番組で引き続き、番組継続のための支援をしてくださる、サポーターの方を募集しております。サポーターの皆様には、先生の特別講話を、音声映像でお届けしております。現在約50本の講話がサポーターの方には無料でお聞きいただけます。ぜひこちらもサポーターになっていただけたら幸いです。ちなみにですね、今月末お届けするのは、今のままの生き方でいいのか、人生の見直し、立ち止まってみようということで先生にお話しいただきました。先生、せっかくなので、今回の話もそうですし、サポーター募集に向けて一言いただけますか？はい、なんか、我々も一生懸命やってるので、どうか、支えていただければありがたいんです。ということでですね、ちなみに今月はですね、北川先生が特別講話で、今の生き方でいいのかということでですね、人生の見直し、立ち止まることの大切さを先生ね、お話しくださいましたよね。一言いただけますか？最後はやり直せるっていうことと、この人生は必ず良き方向に流れてるって言いますかね。あ、もう一つ言おうかな、じゃあ。運の川は直角に曲がってるってことを思い出してほしいと思いますね。きれいに流れてなくて。だから、なんかうまくいかなかったときは、運の川のゴミを拾えばいい。そしたらまた流れ始めるから、まあ、そんなに落ち込む中で人生を楽しみなさいって、まあ、それを、なんか、今日の言葉の言葉として、はい、人生を楽しもう。やり直しは何でも、やり直しは効くっていうこと。はい。ありがでとうごす。ざいます。はい。ということでですね、5月はですね、北川先生が、人生の見直し、立ち止まることの大切さについて、サポート向けの方にお話しいただいていますので、ぜひこちらも、チェックしていただけたらというふうに思います。ということで、北川先生、5月も、お話をいただいてありがとうございました。また6月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。